ああ、そうだった。さあ、スーピーガバー大将ジョニオ、ジョニさあ、はい、 D まで入れて、ああ、もう一回入んだ。右足前からジャンパイスラ、裏ジャンパイスラガード、ライエ先ガード、ここは前提の隙にコインを当てる。アウタか、下段ガード、下段を飛ぶ。ここをそのままやりましょうか。では B 筐体で、敗者復活を行います。ロイさんのチームとフィーノさんのチーム、そのままそこの B 筐体こちらでお願いします。さあ、1本取ってるのはシモンキャンセル、徹底してライエス射撃、立ち上げからレベル続けな、バーストガード、立ち上げ、さあ、から前に出る、投げ抜ける、ここは下段になってしまうが、連戦撃とワンコイン、俺のな。まずは中央に戻る、ロカヤカ2杯からジャンケガード、ロケカタ2杯、上段レベル 2SKS まで取り返す。ジョニオ、ジョニー最初ラウンド KK 手下しからロカヤガード、さあレベル1中段電天狩り、ジャンパイスラ2杯ストラとワンコインが用意、さあここはうまくタッチ P をロッケでくぐる、レベル2上段からキャンデフォロー、助けエンス、タッチハイワンコイン ESDD、 レベル2上段 KSD、 レベル2上段キャンから、さあ端に追い詰める、体力リードは徐々に徐々に、ダーストに対して遠距離です、バーストスカルがここは遠距離エンスが届かない、ハイタが中段当たらず、下段ガード、下段ガード、下段ガード、中段ガードを前段打って残りドットナクセル、ロッケキャン、そしてミスファイナー、勝ったのはジョニオ、ジョニー、ワンピガー大将足花ベッドマン、大将戦ベッドマンジョニー、開幕2敗すら、さあタスク A を上段で消しながら 6K 飛んだところに引っ掛けるか、ジャンプ K は届かない、相打ち2敗ガードから SP から B タスクの落ちはしないがダメージを取る、さあデジャブ B タスクが当たる、 6KS ハイゲダミストブリッジチャージ、ここは少し距離が遠かったか、バスト前に出る、投げるコインから KSD2 倍1段、ジャンパイスラ深めに重ねてエンスカウンター、バーストがスカルが何も出ない、さあここは C タスクに対してコインを当てていく、 A ポメージョニョジョニコインから6回つないで投げを抜ける、 C タスクで降りてくるが取ってかわす、
A ダスクからここはチョブが A ダッシュかジャンペースの空対空。さあここはベッドマンが危険をして遅らせる。6杯裏下段裏下段シータスクから拾い直してデッドアングル返していく。足払い足払い NS カウンター。さあ地上地まで落ちはしない稲人。上段から2杯上段入らないキャンから投げ落とす KBK まで勝ったのはジョニオジョニー。それぞれビッドを持ち歩きたいとは思っていたが。はい、では勝ちトーナメント勝ち上がりを決めたと思います。今勝ちました、バリメイ、ジョニオジョニー、トリジャクオのチーム。対するは、コイチーのナギアクセル、タカスレイヤーのチーム影響隊でお願いします。ハッピーエンドの条件はハンサムが勝つことさ。ジョニー、ウィン、ウィン、ストレイク。約束通り小遣いをあげてもらおうか。その分は老後の貯金に回しとく。汚ねえぞ。